おはようございます6月16日朝4時の相場解説になります日足を見ていただいてるんですけども何を隠そう1時間ほど前ね FOMC っていうね材料があったわけなんですよこれが結構ね大きな会議で FOMC っていうアメリカの会議なんですけども金融政策会合ですね、えー、結局は0.75の、えー、金利上昇ということになったわけなんです利上げに決まったわけですけども、えー、利上げになるとどういうことがか 起きるかというと、まあ、基本的にはね、えー、利,益をあ利益を上げますんで利上げをしますんで、えー、ちょっとこう引き締めになるんですよねで株価が落ちるということになりますで円との相対関係なんですけどもこれがねはっきりと分かりにくいんですよで今あ現象だけ見るとドルが安くなってますねドルが あ売られて、下の方に向かってます。セルの方向です。それが今、図で見て取れるところなんですよね。金融政策会合が終わった時に、ずっと要請できていたチャートバーが、ローソク足が、陰線の方向に変わったってことです。じゃあ4時間でもうちょっと細かく見てみますね。はい、4時間で見ると、このように、右肩上がりだったものが、ちょっと、ズバッと下がってきたような感じになりますね。 関係してるのが、この一番最後の更新中の陰線ですから、上の勢い、髭が出て強くて下に押さえつけられてるってことになります。まあですんで、今回の FOMC が、あ円高にちょっとね、プッシュしてるってことです。ただまだわかりませんよ。これ一旦円高に行って、そしてドル高に反転するってこともありますからね。問題はすぐこっちに行くのか、もしくは一旦こっち行った後にこっちに行くのかってことなんですよ。 でずっとこういくってことはちょっとね、考えにくいですけどね。はい、では1時間の方を見てみましょう。ね、材料があった後っていうのはね、ファンダメンタル聞きまくりですからね、ここまでじっと育ててきた、こういったトレンドラインの方をぶち破ってしまいましたね。あの、こっちに上がっていくのかなと思ってマークしていたんですけども、材料が起きて、まあ、はっきり言ってこうなっちゃったってことです。うん ま、このね、特にヒゲが出てるところがあるでしょ。FOMC があって、まだ1時間しか経ってませんから、このげがまさにね、今回の混乱の原因ですから。うん。ですねちょっとね、あの、今日はしばらくね、また様子を見るのかって言われちゃうかもしれませんけども、あの、材料ですから、FOMC ですから。うん。で、今までちょっとね、1日半動きがなかったのも、結局、FOMC に合わせて資金を引っこ抜いていたってことなんですよ。 ま、あですんで、今回、いろんな資金が入ったり抜けたりして、ゲを出した要線が一本できたってことなんですよね。それが、ここに現れてます。ゲを出した、この激しい動き。これがね。ということで、ちょっとね、落ち着くまで見なくてはいけませんよ。すぐにエントリーをしたりとか、方向性を決めるってとこまで至りません。え今日はね、FOMC の講義をちょびっと5分くらいのやつ作りましたんで、FX オリガルヒの方は、 今日、実際の相場、チャートってのは、うん、ちょっと見てらんないんでね、落ち着くまで。ですんで、そちらの FOMC、材料相場の講義をご覧いただければと思います。じゃあ今日は以上です。えー、私も今日もお,おとなしくしてます。